パチンコやられる。2人でね、1個ずつ出し合って出していこうかなと思います。はい、基本的に無職っていうのはやっぱパチンコ、まあそうだね、打っちゃう、あれが仕事だから、いっぱいあるから、うん、パチンコやってね、賑やかだし、ということで、はい、1個目、お願いします。いきます。はい、お願いします。はい、お金入れやすいように私生活で諭吉を増やす。うわ、これね、あるあるですね。これはね、めっちゃわかる。あるある。投資がわかんなくなるから。そうだね、1000円何回も入れてるとね、うん、あのゲシュタルト崩壊するから。だし、めんどい、めんどい、普通にめんどいね、うん、いつも2000円で何回ってなんか数えるの、うんうんうん、でもこれ1000円ずつ入れてると、うん、あ、これ今3000目だっけ2000目だっけって分からない。あ、そっかそっかそっか。めんどくさい。万札5枚入れときゃいいんだから万札5枚入れときゃいいのに、これだけ入ってる。無職の暴挙だ。でも常に俺は1000円使ってるし、でもうお家に1000円置いとく、うん、でそれを競馬場行く時とかに持っていけばいいんだ。あ、頭いいよ。そうなのよ、俺って頭良い。であとやっぱさ、うん、お財布パッて開けた時にさ、うん、1万円札しかなかった時、うん、カード使っちゃう。あ、だからそうだ、1万円札減らしてくない。そうそう、ペイ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 とかね。そうだよね、現金しか使えないパチンコやってるの。ゆきちだけとにかくね、いっぱい入れて、うんうん、福沢さん、そうだね、そうで入れて、うん、6500円残って当たったら、あ、3500円投資で済んだんだ、うんうん、でもメモ、分かりやすいし、分かりやすい。これが1万円、お金貸してっていう時も貸せる。だね、ちょっと優待持ってんだけどお金貸してって友人に来た時にあれあれですね、うん、これね、優待持ってる友人にお金貸す、これあれあれなんだ、今ちょっと ATM 閉まっちゃったからって。そうだね、結構ある、ね、夕方行くとね、たまにこういうことだから。はい、隣で打ってる人が外れることを願う。ちっちゃい、これどうですか、これ、あれ器が小さい。やっぱりこれ両サイド、自分が打つときに両サイド空いてて自分が真ん中に座るじゃん。わかる。でもその時ってちょっと両サイド迷ってるじゃん。わかるよ。でしょ。でスッて隣来て、うん、俺より先に当てたりするわけよ。わかる。なんで？これめっちゃあるよな。めっちゃあるでしょ。なあ、そっちか。うわ、なんか騒がしい騒がしい、絶対外れる絶対外れる、嫌な顔してる嫌な顔してるって思いながら当てられるんだ大体そういう時って。なんだよ。あれ何マジで。え、最終5キリ1だっつって。そうだよ。なんだよ。で俺はさ、もう1枚も2枚も入れてんのに、その人2000円とかで当たるんで。そうだよ。何やれ、めっちゃ勝ち組じゃん、それ。そういうやつが来てスーツ着てる。着てるんだよ、仕事終わりに。お前また稼いでどうするよ、バグ。こっちはそれ仕事でやっとる。当たるのはもういいけど、うん、時短にやってねって。入んないでねーって。そう、うん、そうか。で入んないで、俺が次熱い位置来た時に、うん、あ、俺は入るけどね。なるほどね、気持ちになって。余裕ないから無職なんて基本的に。いや、ないよ、こんなスーツ着たバカみたいなね、うん、おっちゃんにそんないい台譲ってる余裕ない。そうだ、ね、どっちもちゃう、ほんとほんとだね。俺こっちだっつってボタンも押さねえで当たんだよな、スーツあれな。おう、どっと押せばいいのにな、あれガチャッと押した時気持ちいいのにな。押せばいいんだよ、ね、パチンコで楽しんだやつが一番当たるんだから。うん、引き寄せんだ、あれ一番押す俺が。連打って言われてる。連打連打で連打しないと俺結構やばい人だなと思って。押さない。連打連打連打って言って、あれやばい人だけど。連打何回押したか数えてる。なんで。いや、さっき7からダメだったから。じゃあ次8回押せるようにみたいな。やばいね、やばいね、結構。あ、そこまで言ってんだ俺。やばいけど、俺でも押すけど長押ししちゃうわ。熱いリーチ入ったら音上げるしね。あ、みんな見てっつって外れた時外れたら、それお前、俺入るよ。外れた時外れたら俺今入るよ。いいよ、報告し上げて。誰にも報告してない。なんかトータルで当たり回数決まってる感じしない、うん、いや、それはね、わかる。そんなことないの、絶対ないけどね。そんなことない、稼働によるから、うん、そんなことないんだけど、うん、でもこの人は外れたらもしかしたら俺の方が当たるかもね、とかね、思っちゃうよ。勘違いしないでしょ、敵はパチンコやから。そうだね、打ってる俺たちは仲間。そっか、っていう気持ちでやっぱ言ってほしい。わー、お前結構心広いな。うん、でかくやってる。ちっちゃいやつの神様微笑まないから。はい、じゃあ次お願いします。はい、大工の源さんの紫の女で抜く。あー、これあるある。バキューン。バキューンすぎない、ない。俺ね、源さんそもそも打たないの。打たないのに。すごいね、本当に。多分ね、うん、俺あんな人気来ちゃうんだよ、うん、3回ぐらいしか打ったことなくて、うん、1回またどうなんだよ。うん、でもこの台ダメだと思って、うん、相性みたいなのあるじゃん。まあまあまあ、そうだね、あれ。俺ダメだと思ってるんだけど、うん、あの数字の8のやつかな、なんかあれ。あの敵の女だろ。知らんけど。あ、エロいんだよ。まあでも紫敵そうだよね。エッチ。あ、そう、うん、エッチッチ。あんな可愛いキャラたちの中でエッチ見出してるの、そうよ。すごい。俺女がいるパチンコ屋しか打たないから、うん、基本的に。そうだよね。そう、だから乙女フェスティバルとかさ、うん、ああいう台が好きなんだけど。キモい。まあでも一応さ、人気の台は打つわけだよ。
はいはい、でももうなんか 2,3 回って当たんないとか、なんかあんま面白くないなと思ったら打たないよ、うん、まあまあ、ゲンさんってさ、うん、これもうみんな分かってると思うけど、なんなのあれってなるじゃん、うん、結構漫画とかさ、うん、パチンコとか、あ、パチンコだよ、アニメとか来る、うんうん、何一体、そうね、あれもパチンコだけなのかな、知らん、知らんの、ゲンゲンゲンって言ってさ、ゲンゲンゲンってやるわけじゃん、いや、なんか魅力的だなって思って、うんうんうん、で抜いた。めっちゃ負けてるのに初当たりゼロなのに抜いた。そう、これもあの見てる人は共感できるのかしら、俺おっぱい好きじゃないよね、あんまり。ああ、そうなの、うん、でも、ね、抜いた。おっぱいでかい、どうよー、でかいのかよ、何なんだよ、セクシーよ意味わかんないよ、抜いた。ダントツで一番可愛いなって。まあこれはよく知らないからこそできるから。ああ、なるほどね、もう想像力でいったね。いったねじゃないね、うん、そういっぱい出たうるさいうるさいうるさいのよ、うるさいわもうね、これが1位だと思う、はい、これ泥箱別置きしていいですかって店員さんに声かけられた時、あれも人生の頂点、大統領、マジであれやばいよね、あれね、もうね、余裕しかないよね、あの時、あ、です、あ、ちょっと通路邪魔になるんで、おいっす、おいっすなるよな、これな、ちょっと出しすぎちゃう、あんなに気持ちいいことある、そうっすよね、もうパチンコの人みたいになってるよ、こっちももう勝ってるから余裕で、あ、だからなんか余裕があるから、うん、なんか大変な客とかいるじゃん、ドル箱パンパンに詰めてたりさ、はい、なんかちょっとええー、とか大パンする、うん、バカとかいるね、よくね、なんか俺やっぱその世界を滑るものの位置にいるから頂点だから、うん、なあ上から見てるの、はい、そっち側にも立てちゃう、あ、ちゃう、そうだね、そうだね、もう店員さんのことだって意識してさ、うん、もうパンパンにしないもんね、しない、ちょっとこう余裕持たしてしないね、1350発ぐらいの目安でいっちゃう、そうだよね、あんまりいっぱい来るのも大変だけどね、まあね、ごめんね、まあ、こぼれるよりかは、こぼれた時の方が店員が大変だから、大変ね、で今なんか席でタバコ吸えないじゃない、うんうんうん、だからなんか一通りちょっと落ち着いたらさ、右打ちちょっとする前にさ、うん、あのタバコ吸う吸いに行くじゃん、うん、わざわざ俺メイン通路通ってあ、これ俺の箱だって言ってから見るね、見る、あ、一回メインあ、でも俺より出してる人もいる結構やるじゃん、まあ、まだ続いてるからね、俺抜くよね、そう、まだ抜くけどねの気持ちやっぱそこで出るんだよね、ほんでこれがあの最近だとレールだもん、239分の1とか、うんうん、319分の1じゃないのに、うん、別置きっていうその俺の引きの強さ、なるほどね、アピールしたい俺のやり方を見てよ、あ、そうかそうか、うん、やっぱ楽しんでるやつが、ね、真摯にパチンコに取り組んでる恥ずかしいって思うタイプ、恥ずかしくなってきた、一番プロ俺よでもどうかも、勝ち負けじゃない、今日の話聞いた感じで勝ち負けじゃないからええそういうことだから、はい、第1回ね、うん、あの紫のナイン抜いてみてください、はい、ありがとうございました。